関ヶ原の戦いに勝利した徳川家康は朝廷より征夷大将軍に任ぜられ江戸に幕府を開いた。だが家康は真の天下太平はまだ先と見ていた。豊臣家が未だ健在だったからである。そして関ヶ原の戦いから15年の後、家康の読み通り幕府と豊臣家との関係は悪化。豊臣家が兵糧や牢人を集めるなど対決姿勢を強めたため、家康は豊臣討伐を決意する。家康は諸大名を率いて豊臣の大坂城を囲んだ。戦に散った数多の命が願った太平の世をつかむために。天下統一の将、大坂の陣。大坂城にはあの真田幸村が入ったと聞く。だがここで負けるわけにはいかぬ。天下を守るため豊臣を滅ぼす。高虎、一番手は任せる。宗則は我が子秀忠のそばに。上杉、立花、諸大名もよろしく頼む。お任せあれ。真田信之、そなたには辛い戦となろうが。すでに覚悟はできております。いざ天下統一、そう仕上げよ。これから戦だというのになぜそんなに悲しい目をしているのですか。関ヶ原の時に私は友を失った。そして今同じことを繰り返そうとしている。弱き者に寄り添い力を合わせることが義。私は昔そう体現していた。だが現実はどうだ。義などまやかし、弱き者を見捨て私は生き延びようとしている。バカ野郎、俺たちは友を、家族を撃つからこそ生きねばならん。生きて太平を実現せねばならんのだ。そうでなくては奴らの死は無駄死にだ。貴様はそれでもいいのか。それに義はまやかしではありません。現に私は今とても心強いもの。それはきっと痛みを知るあなたたちがそばにいるから。私も
私の大事な家族と対峙する覚悟を決めました。勝って終わりにするんだ。家族や友を撃たねばならぬ悲しき乱世を終わりにしよう。全てを。大阪城の包囲はなった。総攻めを始めよう。真田丸をお父様、城は裸同然。豊臣への恩、今こそ返す。我らお命、秀頼公に捧げん。攻めの手は一瞬でも緩めてはならぬ。砲術を間断なく打ち込み、敵を揺さぶるべし。敵将討ち取りました。将軍なくば徳川幕府は成り立たない。秀忠様死守さえはならない。敵将討ち取りました。私は尽きぬ。波状攻撃を仕掛けよう。さすがは雪村、将兵をよく統率しておる。正面突破は難しいようだ。忠興、達重、真田丸からの兵を引きつけよう。他の者は城の東西に進み、真田丸の裏へ回れ。
この武勇あやかりたい。私は諦めない。絶対開門。忠興勘重らもそう長くは持たぬ。早急に城内を制し真田丸の裏を突くのだ。味わってきた。全ておびき出し討ち取るのだ。バカめ、天を行く竜を阻めるものか。知らずめ。あっぱれなる勇士を止めて使わず、我がこうにしてくれるわ。
ぞ守り抜いてくれた。内部から切り崩されるところであった。もう大阪城のボロボロね。攻撃が止んでいるうちに城外に逃げた。わかった。私は恥を忍んで生きよう。豊臣のため、命を賭して戦った者のために。敗北。ここで豊臣は終わらせねばならぬのだ。敗北条件変更。私は家康公に突っ込み時を稼ぎます。雪村が突っ込んでくる。砲撃用意。小細工は無用。雪村は堂々と迎え撃て。戦国最後のもののふの地味さ、皆で見届けよ。福田将軍の印、ちょうだい。秀忠が撃たれれば、すべて無に帰す。何としても守りきるのだ。これで終わり。豊臣死んでいった皆、すまねえ。ヒョウ様が撃たれたか。もはやこれまで。せめて家康公を討ち、あと治安。争うぞ雪村。援軍突撃。狙うは家康の首ただ一つ。帝王の残党といえば気は抜けるな。奴らを打ち果たし、新たなる時代を開く。
木村。アニュー、解いてください。我が望みは家康公の首ただ一つ。まだ燃え尽きはしない。もののふの市、死滅は今。この最後であった。戦国が今終わった。真田幸村、猪本一の強者なり。ざっと住み足り。